四谷大塚、早稲田アカデミー、6年生、10月の学習のポイント、算数です。四谷早稲田科の10月6年生の算数なんですけれども、えー、四谷大塚の、ね、予習シリーズの単元組で言うと、えー、第4回、文章題ですよね。文章題の2、5回が数と規則、そして、えー、数論の2、そして6回が、えー、図形の2。 そして7回が文章題の3っていうふうに、もう本当に、えー、単元のクリスは大雑把ですよね。1回で扱う問題の量、質、えー、膨大です。なので、これは和製墓でも一緒ですよね、えー。単元の並びがね、少し違うことはあるにしても、この授業が、えー、ほぼ問題を解くことが中心で、解いて忘れていたこと、分からなかったことから学ぶというような逆転ですよね。授業になってるっていうのはもうどこの塾でも、どの科目でも同じなんですけれども、ポイントはね、やっぱりこの時期、えー、最優先は、えーお子さんの 行きたい学校、志望校、そして受験校の過去問演習ですよね、それとその直し、でえー、志望校別特訓ですよね、志望特に自分の行きたい第1志望校のコースに入っている場合は、その志望校別特訓の授業とその宿題、課題ですよね、これがもう第一優先です。ですので、この平常の授業は、えー、優先順位でいうとずいぶん下になると。 いうことですよねなので、この優先順位をねしっかり抑えつつ、えまずは、えー、希望のコースに入ってるんだったら、そのコースの NN、えー、志望、校別特訓の勉強、そして自分の行きたい学校の過去も、これを中心にやって、家庭学習では極論で言うとね、えー、平常の勉強の宿題、家庭学習はもうやらなくていいぐらいの感じでいいと思います。なので、行った時に最大限頑張ると。 授業行ってる時には、そこで教えてもらったこと、問題で演習したこと、これはもう100%身につけて帰ってくるんだというぐらいの感じですよね。で、家でやるのはもう過去問の演習と日常の志望校別特訓、NN の課題、これで100%使うぐらいの配分でね、やっていっても、例えばね、じゃ平常の宿題でやらなかった分、何かビハインドとかになるのかっていうと、この、えー、やる問題の、えー、総量というか、 まあどこの塾でも同じような感じで、それを順繰りいろんなコースであるとか、過去問であるとか、平常であるとかで、順繰りやってる感じなんですよね。なので、ここ1個抜けたからって、それでやらない問題が出たっていうことは、えー、まずないんですよね。他のどこかでやってる、あるいは今までどこかでやった問題なんですよね。なので、ぜひね、優先順位をつけて、ここ最重要、その次はこれ。で、これは第3優先。 だから、これに、えー、どれぐらいの労力をかける。過去問にしてもね、今の受験生のお子さんたち、受ける学校1校じゃないと思います。5校、6校受ける。で、4科目かける年度分ありますよね。これを1月までにやるってなると、かなり膨大なようになります。で、日曜にも特訓があったりとかしますから、使える時間も限られているので、えー、ぜひね、えー、これはセミナーなんかでもお話してますけれども、えー カレンダー上にね、どんどんプロットしていって、ここでこれをやるっていうのを入れると、うん平常授業、ここ休みたいなとか、えー、ここは、えー、割愛したいなっていうところができ出てくる。こんなケースもあると思います。ぜひね、そのような時間の使い方も含めてね、えー、頑張っていきましょう。 四谷大塚、早稲田アカデミー、6年生、10月の学習のポイント、国語です。四谷早稲田科の10月、6年生の国語なんですけれども、えー、各塾ね、えー、いろいろスタイルはちょっとずつ違いはあるんですけれども、6年生の10月ですから、やるべきことはもう問題を解いて、でえー、自分に足りなかったものを補充していく、こういった演習型の授業ですよね、学習なんですけれども、四谷大塚の予習シリーズのね、えー、単元でいうと、4回が長い記述、80字以上ってなってます。で、えー、問題の出題パターン 別ですよね、でその次の5回が、えー、抜き出しですよね。で、えー、6回が、えー、C 単価俳句、陰文ですよね。で、7回が、えー、言い換えの問題っていうふうに、出題パターン別の学習になってます。特にね、この長い記述といったこういった切り口は非常に重要ですよね。記述の問題、長いのを出す学校、出さない学校、それから、えー、答え方としてね、全部記述で答えるといった押印とか改正のな学校と、記、え、述、ー、は限られた数しか出ないと。 え題文例えば、どっか1台につき長い記述が1個だけ。こういった学校もありますよね。えー、お子さんの、ね、受ける学校のスタイルによって、力を入れたいところ、習得したいところありますよね。例えば、長い記述を出す学校であれば、長い記述っていうと、短い記述とね、やっぱりやるべきことが違ってくるわけですよね。例えば、20時ぐらいとなったら、トピック1個でいいと。1個のトピックをしっかり正しいところ抜き出して書いてれば、丸になる。ただし、この80時ぐらいになると、 例えばトピック1個じゃもちろん足りなくて2つ3つになってくるわけですよね。40時、50時ぐらいで2つ。80時ぐらいになると3つ必要だというふうに言われます。で、80時ね、じゃあ何を用意するか。例えば、えー、結論があったらその結論の原因になったところですよね。それとその前段階として社会的な背景であるとか、時代背景であるとか、こういった部分をセットで答える。こういった技術は、 教えてもらわないとなかなかできないですよね。なので、こういうその記述長い記述のしっかりした1回の授業で、ね、やってくれるというところは、しっかり行ったときに、ね、頑張ってやるというふうに、えー、身につけておいていただけるといいと思います。それから、えー、第6回の陰文ですよね。僕の学校、受ける学校、私の受ける学校には陰文、C とか単価とか早く出ないんだというお子さん。まあ、もちろんね、えー、そういった場合はそんなに重要ではないとも言えますけれども、例えば来年、たまたま出るということが100%ないわけじゃない。 なので、せっかくこうやって平常の授業でね、どうせ行く授業ですからで、やってくれるんだから、この1回、しっかり行ってるときにね、しっかり聞いて100%受け取って帰ってこようという風な、これぐらいの、ね、感じで、えー、力入れておくということでもいいと思いますので、ぜひね、こういった授業のね、えー、次回何やるんだっけと見て、どこ力入れて聞こうということを心積もりをして出かける、こういったこともね、6年生の受験前、非常に大事になります。 大事なね、ここから4ヶ月になりますから、えー、過ごし方、えー、きっちりとね、考えながら過ごしていきましょう。頑張りましょう。四谷大塚、早稲田アカデミー、10月6年生の学習のポイント、理科です。四谷早稲田科6年生の10月の理科なんですけれども、竹岡同様、この時期ですから6年生、ねえー、授業でやるのはもう問題を演習して、それで、えー、忘れていたこと、自分に足りなかったこと、これを補充していく、この学習一色ですよね。なんですけれども、例えば四谷大塚のね、予習指示の単元でいうと、第4回は科学。 水溶液ですよね。で、第5回が生物、人に関してですよね。で、第6回が地学。これは大地に関して。で、第7回が物理ですよね。電気に関してっていうふうに、すごく広い、1回のね、授業で扱う単,単元分野が広いということと、それから、どんどん問題を解いて、自分にないところを補充していくという、この演習中心の授業。 これは平常であっても、それから NN であっても、日曜志望項別特訓であっても同じですよね。なので、ぜひね、知識不足で出かけていくということは、うん、避けていただきたいんですよね。例えば、生物分野の人のところ、あやふやなところであがあるっていうのであれば、せめてね、その4課のまとめの一問一答のレベルの5区はしっかり押さえてから事業に行くと。こういうふうなね、えー、準備をしていくっていうふうなことをやっていただいてもいいと思います。それからね、えー、もう一つは、えー、やはりね、 えー、優先順位のつけ方でいうと平常の授業はね、えー、日読 NN であるとかそれから過去問よりは随分下になります優先順位がねなので、えー、行った時に100%頑張る多教科同様ねこういった学習で取り組んでいく。 で、えー、家ではね、過去問の演習とその直し、NN、えー、日望校別特訓の、えー、宿題、これを中心にやると、こういったね色付けをしっかりしていきながら、で平常ではね、やはり行った時に、あ、これ忘れていたんだとか、これができなかったから問題できなかったんだということをね、細かく拾っていって、次にこの手の問題ができたらできるぞっていう状態にしていくと。 いう状態にしてて帰ってくるここまでが平常事業の、ね、役割というか目標ですよね。これを毎回ね、えー、考えてもらいながら、つまり事業の中でね、一問問題解くたびに、この問題、 最大のポイントになったのはどこだっけみたいなことを考えながらね、僕の受けたい学校、まるまる中学校だったら、この問題の同じような問題出るとしたら、例えば選択肢がね、こんな選択肢じゃなくて、もうちょっと別のものが出るかなとかね、こういうことを考えられるようになったらね、ずいぶん合格する子に近づいているっていう状況ですから、しっかりね、この辺り、平常の授業もね、生、えー、かしていただきながら合格に近づいてもらえればと思います。頑張っていきましょう。四ツ谷大塚早稲田アカデミー 10月6年生の学習のポイント、社会です。四谷和製彩の10月6年生の社会なんですけれども、これはもう四谷和製彩だけじゃなくて、各塾、共通ですよね。6年生の10月ということで、えー、科目も問わずですけれども、やはりね、一番大事なのは過去問の演習、えー、お子さんのね、えー、志望校、行きたい学校の過去問の演習とその直し、そして、えー、お子さんがね、えー、もし、その通われている塾の一応特訓ですよね。特訓、行きたい学校のコースに入っている場合は、それが最重要ですね、えー。この2本立て で、普段やってるね、平常の平日の勉強は、今までに比べるとね、随分順位が下がるということになりますよね。なので、え行った時に、えー、授業の間だけ必死で頑張ると。で、そこで、授業で、扱ったことに関しては、授業の中で100%身につけて帰ってくるぞというぐらいの感じでね、えー、授業を受けていただいて、 お家でね、勉強する時間は、まあ、社会に限らずですけれども、過去問であるとか、えー、自分の行きたい学校の特訓授業の課題、これを中心にやっていくという勉強になってきていると思います。なので、えー、ぜひね、こういったご自身の、ね、お子さんの、えー、環境ですよね。例えば、塾の特訓はあるんだけれども、志望校の名前を感んした特訓がないと。 こういういケースありますよね。行きたい学校はあるんだけど、その志望校の特訓コースがないんだと。だから、例えば難関高校スみたいな名前の、えー、特訓で、いろんな学校に行きたいことを一緒にやっているというような場合は、その特訓授業はそんなに優先度は高くないですよね。なので、その場合はやはり過去問ですよね。行きたい学校の過去問の学習を最重要ということで、えー、力を入れてやるということで、こういったね、えー 時期,時期というか、まあ、今のからの時期ですから、やはり過去問ですよね。志望校に関する学習が最重要。で、それに関係,関係ないというか、直接関係ないところは少し優先順位は下がるという勉強をしていっていただければと思います。とはいえね、毎週塾に出かけていって各科目を勉強するわけですから、例えばね、社会でいうと、えー、来週やるところ。 えー、扱うところの、えー、知識、あやふやな部分があるという場合は、4課のまとめなんかでね、少なくとも一問一答レベルの知識はしっかりつけてから授業に臨むと。授業ではね、えー、どの科目もそうですけれども、実際に実践的な問題を解きます。まあ、今で言うとね、6年生10月で言うと、入試問題レベルの問題を解いて、 でそれを答え合わせをする、うん、中で、えー、これ忘れてなかったかな、これ大事だよね、これよく出るよねっていうようなことを先生がね、教えてくれるはずです。ですから、それにね、えー、乗れる基礎知識は持っていかなくちゃいけないですよね。えー、問題解こうとしても全然解けないっていう状態でいっても、えー、みんなが問題解く時間、最初のね、前半の時間が無駄になっちゃいますから、まずは問題にある程度取り組める状態にしてから授業に行くというようなことをね、心がけて、一回一回の授業がね、えー、身になる、身につくっていうようなね、準、えー 準備をして、えー、授業に臨むという形でね、えー、大事な時期はあと4ヶ月で、ねえー、ここからの勉強の仕方でね、えー、合格が、えー、ぐんと近づくという,ようなケースって多々ありますから、社会に関してもね、学習の仕方た、しっかり、えー、見直していっていただければと思います。頑張りましょう。